イギリス空軍博物館で保存されている DB605。エンジンエンジン内部 DB605 は第二次世界大戦中にドイツのダイムラー・ベンツで開発された航空機用液冷倒立 V 型12気筒レシプロエンジン。DB は社名のダイムラー・ベンツから以前に同社で開発された DB601 を元に発展させたエンジンで、 対戦中の1942年から1945年まで、メッサーシミット BF-109 や BF-110 といった軍用機に搭載された。また、DB-605 を2つ組み合わせて1本のプロペラシャフトを回すようにした派生型 DB-610 が HE-177 に使用されている。イタリアやスウェーデンでライセンス生産されて、マッキー MC-205 やフィアット G55、 サーブ21などの機体にも搭載された DB601 との第一の違いは排気量である。開発人の慎重な分析と研究の結果、DB601 のボアを拡張してもエンジンの強度には深刻な影響が出ないことが確認され、DB601 では 150mm であったのが605では 154mm へと変更されている。 一見すると非常にわずかな変化とも思えるが、12、シリンダ全体での総排気量は 33.9L から 35.7L へと増加した。バルブタイミングも変更され、1サイクルの吸気時間が長くなり、早期も改善されたため高回転域の体積効率が高まった。この結果、DB601 では 2600rpm であった。 最大回転数が605では 2800rpm にまで向上した。こうした改良の結果、出力は 1332hp から 1455hp へと増大した。両エンジンは外形寸法に至っては全く同一であるほど似通っていたにもかかわらず、重量は 700kg から 756kg へと増大している。それ以外の基本的な構造は、 db601 と同等である。点火系は二重のボッシュ製マグネットにより、各シリンダーにつき2本の点火プラグに着火する。燃料噴射には90バールまで加圧可能な噴射ポンプが使用される。潤滑系統は 35L のオイルタンクに対して、フィードポンプ1つとスカベンジポンプ2つによる循環系を組んだドライ散布方式だった。火球機はエンジンによって、 直接駆動されるスーパーチャージャーであり、排気の残存エネルギーを利用するターボチャージャーではなかったものの、外気圧と連動した流体次手の追加によって一足と二足の間が無段階に変速でき、飛行高度に応じた最適な下級が行われるようになっていた。これらの点は DB601 と共通であった。燃料に関しては当初は601と、 同じく億単価87のガソリンで動作するように設計されていたが1944年には億単価100の燃料も使用できるようになったこの時同時にメガワット50や GM-1 のようなブーストシステムを装備できるようになった対戦後半にドイツの燃料事情の悪化に伴い億単価100クラスの燃料が使用できなくなるとメガワット50や GM-1 が 出力保証の手段としてよく使用されるようになった DB605A 標準的な型で戦闘機に搭載された利小出力は 1455HP メガワット50ブースト時の最大出力は 1775HPDB605B ギアボックスの変更によって原則比を 605A の一1.685から1、1.875とした以外は同一の型、主に BF110、ME210 などの双発機に搭載された DB605AS605A に DB603 の下級機を装備して高高度性能を向上させた方、最大出力は MW50 不使用時に1 4 1 5 h p 使用時に1 7 7 5 h p であった DB605ASB 対戦末期に億単価87の燃料用に 605AS を 回収した方、MW50 を使用することで 1775HP まで出力できた。DB605ASC 対戦末期に、タン価100の燃料用に 605AS を回収した方、MW50 を使用することで 1970HP まで出力できた。DB605DMD シリーズの初期型で、MW50 を使用することで 1675HP。 HP まで出力できた。d b 六百五 d b 億単価十七の燃料用に六百五 d m を回収した方。メガワット五十を使用することで千七百七十五 h p まで出力できた。d b 六百五 d c 億単価100の燃料用に六百五 d m を回収した方。メガワット五十を使用することで千九百七十 h p まで出力できた。d b 六百十 二つのエンジンが組み合わさっているのがわかる。DB610、DB605 を二つ組み合わせて一本のプロペラシャフトを回すようにした特別仕様型。HE177 のエンジンとして開発され、2910HP まで出力できた。DB605BS605AS とは、シャフトの回転方向が逆の型で総発機向けに提案された。d b 六百五 e 六百五 d とは、 シャフトの回転方向が逆の方で総発機向けに提案された d b 6 0 5 l 6 0 5 d に2段の下級機を搭載した方で 2000HP 以上の高出力を狙った。ありがとうございます。